出てきた。2人3人待機してたってこと？どういうこと？何も告知とかできてないんですけれども、そういうことですか？皆さんありがとうございました。今日は今日はでしょ、開いて待ってたパターンだよね。そうだよね、ありがとうございました。今日は最後のオンラインお話し会でした。アルバムのアルバム最後のオンラインでした。ありがとうございました。大丈夫そう。ありがとうございます。今日はありがとうございました。次は大阪で寝て。ありがとう。そう、今日はオンラインは終わりだったんですけど、あの来週リアルお話し会があって、それで全部アルバムのお話し会は終わりになります。で、そう、11枚目のねシングルのお話なんですけど、選抜についてのねお話はまだ自分の口から皆さんにできてないんですけど、でもさっきねあのブログに全部書いたので、ブログをぜひ見てください。個人ファンクラブの、なんかショールームではあんまり語らないでおこうかなって思ってます。はい、なんかそう、多くを語りすぎちゃうと分かんなくなっちゃうので、ブログにまとめました。はい、もう、はい、それで見てください。よろしくお願いします。そう、後で見て、今さっきマネージャーさんに投稿お願いしたので、きっと今日中に上がります。はい、あと見てください。見てね、よろしくお願いします。あ、もう今読める状態になってます。だって早い、マネージャーさん仕事が早いですね。本当にさっき5分前ぐらいに言ったんですけど、うん、ありがとうございます。まあでもそんなに長々は書いてないかな。うん、最近ブログに書いた日常の文章より短いかも。でもすっごいめっちゃ長く書いたんですよ本当はね。昨日とかもそうだし、その前からもずっとなんとか書こうかなみたいな感じで書いてたんですけれども、もう結果さっきいろいろ考えた上でもう一回まとめて、うん、にしました。もう、うん、なのでそれを見てもらったら全部かなと思います。
そう、後ほど確認してください。お願いします。ありがとうございます。本当に、あ、ブログ読みましたって、ありがとうね。ブログを一足先に読んでくださった方もいれば、あ、じゃあ逆に皆さんブログ読んで戻ってきてくださってもいいですよせっかちなので読んできましたって、うん、全然読んできてもらってもいいんですけど、はい。か、まあタブレットの人とかはね、二刀流で、あの、なんていうの、と見ながら携帯でみたいな感じとか全然いいですけど、はい。お、初リアルお話し会楽しみです、だって。嬉しい、楽しみにしてます。ありがとうございます。でもね、なんか X でも言った方がいいかなとか思って、打ちますね。そんなことあるって感じなんですけど、次あの来年の6月かな。え、そうなの、待って、え、12月の来週のリアルが終わったら次6月なの。嘘でしょ、違うよね、オンラインがあるよね。あ、読んでまいりましたって、ありがとう。皆さん戻ってきましたかね、戻ってきてくれたかな、ブログ見たよって、ありがとうございます。そうだよね、2月があるのか、2月があるのか。ありがとう、ありがとう。いやでもやっぱり配信はしたいなと思ってたので、そう今日やったんですけど、もうね、話す内容をね全部書いちゃったっていうか、なんかもうまとめちゃったから、あんまりね配信ではね話したくないんだよね。だから何話そうかなって。しかも今日のオンラインも結構皆さんとお話できたから、何の話題があるだろうなと思って、最近何があるかな。
手袋、わかんないんですよね、わかんないんです。じゃあちょっと配信終わってから X やろうかな。じゃあ15分テロップ出たら皆さん教えてください。15分テロップまで普通に配信する。あー、しかも今日11月ラストだし、はあ、11月も皆さんありがとうございました。11月もありがとう。シワスになるね。だってシワスだって、え、シワス、シワス、シワス、え、それ他の12月以外はなんていうの。シワス、鬼レンチャン出ないのって。明日あれですよね、マラソン、300m走みたいな、 300m じゃないか、あれですよね、走るやつ。あれの回の鬼レンチャンも私好きでめちゃめちゃ見てますね。幸せ、早いに日が経つのって本当ね。だって大晦日でしょ、来月の今頃は。 400m か、わお、遅れましたって。え、でもさ、私が始めた途端にさ、なんだっけ、アバター出てきてたんだけど。最近水森さん、ん、最近車で水森さん聞いてます。本当に、何の曲が好きですか、お好きですか。私も聞いてる、めちゃめちゃ聞いてるの。三陸バンカー、本当にイントロからめちゃめちゃかっこよくて、私も大好きで聞いてます。テレテレテテレテレテテレテレチャンチャ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 レレレ、めちゃめちゃかっこいいです、うん、そうなの、うん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 、ブラックライデー、え、ありがとう、コメントしてくれて。やばい、待って、いいねだけして買ってなかった、買わなきゃ。え、ちょっとさ、じゃあみんなにさ、ブラックライデーさん、私ね最近ね家計簿始めたんですよ、マジでマジでとか言って家計簿始めたんですけど、聞いてください。これもいつまで続くかってみんな思ってると思うけど、頑張ります。あ、15分テロップ出ちゃった。え、どうしよう、じゃあ40分まで配信しよう。なんですけどね、でね、で、そっから何の話してるの、仕事したんだっけえ、絶対飽きてる、どうしよう、でも頑張りたい。そうそう、それでなんか意外と自分の好きなものに使えるお金ってそんなにないなっていうことが分かって、ちょっと焦ってる。え、でもね、冬服は買わなきゃやばいの、本当にないの。だからこれは生きていくために買わなきゃっていうことで買います。
みんなどう思う？アウターがね、私が欲しいのは9999円のアウターなんですね。アウターなんだけど、それが 55% オフで4498円になってるの。これ買っていいですか？いい？もう自分でさ全然買うあれが出ないんですよ。欲しいんだけどさ、え、買っていい？これ買っていい？え、買い？これ買い？これいい？あ、みんないいって言ってくれてるじゃん。え、買おうかな。お買い得？お買い得だよね。そうだよね。買っちゃう。これ買っちゃおう。寒いし。寒いし。買っちゃうんだからね。あとは、あと悩んでるのが、半額安い。そうなの。半額以上、55% オフで。すごくない？あとはこれもアウターなんだけどな、これはなんかな、なんか欲しいと思ってたんだけど、どうなんだろうっていうやつ。これはまあいらないかな。じゃあ次ね。え、なんかさ、こういう時ってオフになってない商品もあるのね。買わない理由がない。え、それな、コラボ服早くね、いつなんだろう。あとね、トレーナーなんだけど、トレーナーがでもオフになってないの。2998円なんだけど、めっちゃ可愛くていいなって思ってるんだけど、オフにはなってないんですよ。なんかそこがちょっとね、うーんってなってる私の中で。うーん、いや、でもこれなんか予約商品だからやめよう。12月中旬にしか届かないからやめる。いや、でも可愛いんだよな。可愛いんだよな。買っちゃおうかな。あ、下旬だ。遅いな、遅いな、遅いよね。あとは欲しいやつは、でもそのアウターぐらいかな今は。なんかガチで欲しいみたいなやつはそれぐらい。でもね、これはあったかいのかわかんない。え、これはね、え、これも悩む。え、言うよ。もともと7590円なんだけど、これもアウターね、7590円なんだけど 60% オフで2970円になってるの。これ買っていいですか？トレーナーにしたら安い？本当？これはアウター。7590円が 60% オフで2970円になってる。買っていいですか？これえ、絶対買う？え、本当に？そう言ってくれると結構ありがたい。買い？マジで？買っていい？買っちゃうよ。安い。買っちゃおうかな。買っちゃうよ。半額以下は絶対買いなさい。分かった、買う。でもなんか本当に、なんかゆらさ、どこにお金使ってんのか分かんなくて。でも最近はペットボトルにお金を使ってるんだっていうことに気づいて、まずね。だからペットボトルをもうどうしてもやっぱり買わなきゃいけないっていう状況になった時は、これ映ってる？みんな映ってる？見えてる？今止まっちゃった。本当に水筒にした方がいいレベルで、本当にもったいないのね、毎回買っちゃうのが。戻ってる？え、そう、そう、ペットボトル買っちゃうから、最近ちょっと気をつけてるのは、なんか今だったらこのペットボトルを、このお茶を買うと、あのクーポン券でもう一本無料の券がついてきますって書いてるお茶を買ってる。そう、でもね、そのレシートをねなくしちゃうの、やばくない？そのレシートをなくしちゃうの意味ないよね、せっかくそれ買ったのに。見つけなきゃ、2枚あるんだ。
2枚あるから見つける、絶対に。そして期限までにもらう。そう、無意味になっちゃうからダメなの、本当に本当にダメなの。コンビニの無料券いつも捨ててる。そんな人がいるのか、ありえないよ、ありえないよめっちゃ怒ってる。ダメ、ちゃんとあのクーポンが出ていますっていうの一回確認してね、みんなあの言われた時に。お、半額以上引きとかけまして、アサリシジミと解く、その心はどちらも貝でしょう、貝でしょう、うまーい。え、すごいじゃん。スーパーの半額シールに弱い。え、それな、わかる。私がよくあるあるやっちゃうのはね、これいけない、いけない、うん、まあ、うん、あれなんだけど、例えば夜ご飯食べて帰るじゃん。夜ご飯をもう結構早めに17時とかに食べ終わって、それで帰るんですね。で、帰りに、あ、お家に R1 がないってなって、じゃあ R1 買いにスーパー行こうって言ってスーパー行くんですね、お母さんと。で、行って、で、そしたらあの刺身コーナーとかで半額とかになってたら買っちゃうの。しかも刺身とかって半額だったらもうその日に食べなきゃいけないじゃん。だからもう必然的に食べちゃうの。またそれって本当に良くないけど、刺身はいいよね。刺身はとっても美味しい。わかる？え、わかる？ちょっと共感者結構いて嬉しいんだけど。嬉しいんだけど。その日に食べるなら半額。うん。絶対に半額、もちろん半額。たまにねコンビニとかも夜とか半額になったりするよね。ラッキーと思ってる。親がいないとご飯と納豆と3割引きの刺身で終わらせるわ。え、最高。待って、今想像したらかなり美味しかった毎朝 R1 飲んでますね。飲んでる。でも今は R1 が家からなくなってるので買わないとやばいです。本当に私 R1 を2日3日とか気づいて飲まなかったら本当に体調悪くなる。いつもそれで原因で風邪ひいてる。本当に R1 1年分とか本当に欲しい。半額で買った弁当を翌日のお昼に食べてます。え、めっちゃわかるんだけど。めっちゃわかる。時間過ぎてるけどさ、わかるよ。なんか別に昨日のおにぎりとかでも、あの深夜3時までとかの賞味期限だとかだったら全然食べてる。わかる。え、いつだっけ？ん？違う。だから昨日の例えば夜11時とかまでみたいな、10時とかまでみたいな、9時とかの賞味期限だったら別に次の日とかでも全然食べてる。マジでわかる。R1 の CM。R1 みたいな。ヨーグルトやめたの？そうなの？ヨーグルト美味しいよね。私はギリシャヨーグルトみたいな、あの水分がないやつが好きです。あのオイコスとかギリシャヨーグルト、パルテノとかそういうのが好き。めっちゃうまい。え、
賞味期限を気にしたことがないかも。さすがにやばい、さすがにやばいって。待って、40分過ぎちゃってた。こんなみんなと何話だこれ、なんとか話してたら過ぎちゃってましたが、ちょっと終わりますね、そろそろ。はい、終わりますと。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。終わるね。じゃあみんなありがとうございました、13位ニョッキンミルンさん、12位カラムーンさん、11位渡辺さん、10位ゴルシさん、9位タクニーさん、8位のみおくさん、7位モケさん、6位シマジロさん、5位マスオさん、間違えた、5位スナオさん、4位ウォルフさん、3位テッチャーさん、2位ネギショーさん、そして1位はコウタさん、ありがとうございます。いけいけこうこういけこうこう、今日もコウタさんもいけてるよ、ありがとう。あ、今日もいけちゃんはいけてるよっていうかな、ありがとうございます。それでは終わるぜ。ありがとうね、ありがとう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 。今日の髪型可愛いな。だって、え、ただのストレートなんですけど、ありがとうございますそれでは終わります。皆さんありがとうございました。ではではでは、おやすみなさい、ありがとう、バイバーイ。